天皇皇后両陛下の長女愛子さまが宮中祭祀に初めて参列されました。今月1日成年皇族となった愛子さまは大正天皇の命日にあたる今日、大正天皇礼祭の儀に参列されました。愛子さまが宮中祭祀に参列されるのは初めてです。歴代の天皇や皇族が祀られている。 皇居齢殿で行われた礼祭には天皇陛下や秋篠宮さま佳子さまら皇族方も望まれました愛子さまは元日の新年祝賀の儀にも初めて出席します大学生の愛子さまの宮中祭祀の参列や公務について宮内庁は学業を優先しつつ状況に応じて判断していく方針です